ただいま。おかえり、その、ユフィがお待ちかねだよ。遅い。ごめんごめん。な、何？父上に似ていないと思ってね。初めまして、ユフィ。俺はソノン草壁、五道様から直接剣法の指導を。あんな奴の話はいいから。それよりさ、町に馴染んじゃったって？大人の町で遊んでるって？辛いのや苦いの食べてるんでしょ。私の相棒が親父みたいな最悪だからね。ところでさ、亀道楽は行ったの？ミッドガル堕落作戦なら話は別、全然手伝うから。ほら、私もそろそろ大人だし。恐ろしいスピードで誤解してるな。堕落作戦は楽しそうだけど知らないな。あ、とにかくよろしく、ユーフィー先輩。先輩？私が？俺の方がずっと年上だけど、特殊部隊に入ったのは君が先だからね。あら？そう？先輩か。いいね。私いつもちびっこ枠だから。究極マテリアを手に入れて、亀道楽でお祝いだ。ハット。物が完成したってさ。受け渡しは物資保管区の倉庫。うん、ユフィ、ソノン、付き合ってくれる？もちろん。街を歩いて敵のこと知っておかなくちゃ。危険なところを通るから準備はしっかりね。外で待ってる。支度が終わったら声をかけて。了解。あんまり目立つことはしないでくれよ。少し歩けばスラムの現状がわかると思うよ。ミッドガルにもシンガの被害者がいる。それを忘れないでほしい。外に行くのかい？気をつけてよ。武器が欲しいのか？
準備は万端？じゃあ行こっか。私についてきて。なよ、どこ行くんだ？ ID の受け取り。あなたたちの身分証明書ね。ジージェも ID を受け取るって言ってたけど。それは別の ID ね。この街で生きるにはいくつもの ID が必要なの。シンラのシンラによるシンラのための街だから。シンラ横暴！ユフィ先輩、他人の家では猫かぶれだよ。いやユフィ、スラムの感想は？人が多い、イラッとする。あと、匂いが独特。匂いは確かに、でもすぐに慣れたな。人の多さもすぐ慣れる。この町の包容力はすごいから。え？気になる言い方。ナヨ、ミトガルが好きみたい。ぶっ壊しちゃうんでしょ。私たちの敵はシンラカンパニー。ウの州と一致してるのはその点だけかも。でもさ、ニュースで見たよ、マコールが爆発したって。あれって事故じゃないよね？アバランチがやったんだ。ごめん。どうしたの？あれ、分派の連中。分派って？方針の違いで揉めてアバランチを飛び出したの。お疲れ。派手に決めたな。これで5番マコールも。あれ、クラウド？はぐれちまった。おいおい、クラウド大丈夫だよね？決まってんだろ。あれぐらいのピンチ難なく切り抜けるさ。自慢話一丁追加ってなもんだ。うん、そうだね。それにしてもプレジデントの野郎、俺たちがウータイの手先だ。バカにしやって。アバランチは誰の手先でも。おっと、おっと、気になる情報がある。ウォールマーケットのドン・コルネオが手下を使ってあんたを探してるらしい。え？コルネオが？こっちはな、シンラを相手にしてるんだ。しょっぱいチンピラなんかほっとけ。俺たちはこの後も走り続けるだろう。そのためにも今は休んでくれ。うん。はあ、私やっぱり調べてみるね。気をつけろよ。マコールは彼らの仕事よ。もう挨拶したく？いや、やめておこう。あの連中もうシンラにマークされているかもしれない。近づかない方がいい。うん、私もそう思う。ガチで戦うつもりなの。いわゆる道路線。いいじゃん。ナヨたちは違うの？私たちの目的はシンラカンパニーからミッドガルを解放すること。だからたとえそのためでも市民の生活は大切にしないとね。街を壊すのは違うと信じてる。ウータイはやられたよ。だからこのままじゃ終われない。それは知ってる。君たちはよく我々を受け入れたね。この協力体制は未来への架け橋になる。そう判断したの。我々を分派と組ませたら大変なことになる。そういう判断じゃないのかな。この話後にしない？じっくり話して理解し合おうよ。うん、後にしよう。あとあと。ねえ、究極マテリアってどんなもの？シンラから盗んでどうするつもり？どうするって、マテリアがあれば強いじゃん。究極マテリアだからきっと究極に強いよ。なるほど。
補足すると、我々が神羅の拠点に潜り込んで最新の研究成果を奪取すれば、神羅にとっては屈辱的なその事実をもってして、ウータイは侮れないという印象を連中に植え付けることになる。だよね、先輩。そうそう。あれ、見ろ。なあなあ、町のビューティーさん、一攫千金のチャンスだよ。応募資格はそのルックス。いやあなたが持つ美貌で稼いでみませんか。ほら、すごいすんの。子供はあっち向いてて。はい、お見合さいでねっと。ウォールマーケットの豪邸で悠々自適な暮らしが。もしかしてコルネオのお嫁さん探し。あなたは何、推薦人。あった、話が早い。俺は推薦人の助手。仲良くしといて損はない。何するの、話しなさい。悪いよね。子供舐めるな。アンド、私は子供じゃない。それに私だってビューティーだ。まずいことになったぞ、ビューティーガール。お望み通り、子供扱いはおしまいだ。Get the happy turtle. Girl, get inside, find a seat and order something strong. No matter who you are, like we even care. What's your goal? Drink until the sun comes up. Drink until your brain goes numb. Let yourself slip on over the gills into the riptide. Oh, pound it, down it, pound it, down it. Oh, pound it, down it, pound it, down it. Slide.合わせて。了解。
意外と頑張るな。この家業舐められたら終わりよ。兄貴、兄貴、とんでもないビューティーを確保しました。本当か。こう、こう、そんでもってこうよ。姉ちゃんたち、ごめんな。俺、妥協しすぎだったわ。行くぞ。あらよ。ワンツー。おら、さっきの何だったの？ドン・コルネオの手下よ。甘い言葉で女の子を騙してウォールマーケットのお屋敷に連れて行くの。コルネオの屋敷を見たよ。悪趣味なのは建物だけじゃないんだな。あら、その詳しい。敵情視察の一環だよ。ここが指定された ID の受け渡し場所。誰が来るの？さあ、前は偽造職人みたいな先輩がいたけど分派の方に行っちゃったの。だから今回は別の偽造屋に頼んだ。ねえねえ、あの人どうしたの？魔鋼中毒、ソルジャーのなり損ない、あるいは慣れの果てだという者もいる。どっちにしても神羅の犠牲者だ。また神羅か。神羅め、神羅にクレームを入れるならこれが必要かもな。上への越境用 ID だ。列車の中でスキャンされるから肌身離さず持ってろよ。ありがとね。ちょっと待って、食べてみて。おいしいよ。固っ。みんな軟弱だね。じゃあアジトへ戻ってジージェを待とう。ID が揃ったらいよいよ作戦開始。先輩、マコーロが爆破されて町の状況は一変。ナヨたちに協力してもらって警備状況だけでも把握しておかないと。
何かな。予定変更、支柱の下で待つ、急がれたし、ジージェ。予定変更？支柱とは？スラムの屋根を支える大きな柱、案内するね。急がれたしか、嫌な予感がするな。ちょうどいいよ、ここまでゆっくりしすぎ。やっぱりユフィはせっかちなの。そう、ウータリンは珍しいタイプだね。突然変異かもしれない。おお、それかっこいい。化け物だよ、ジョニーのやつ。二つもやられたんだ。マイク、シンダのダマブロンチのやつは釘とネジ。もうすぐだよ。あ、ジェダ。ああ、ちょっと待って。おいお前、聞いてるのか。おい、うん、あ、モグリ、うん、待て。追いかけよう。ジージェのこと頼んでいい？私は戻ってみんなに知らせなくちゃ。あ、来た。先輩、必要なものがあるので、街を離れる前に準備しておこう。召喚獣との戦いに臨む準備ができましたか？
今一歩力及びませんでしたね。ですが貴重なデータを得られました。今回の戦闘を分析して次こそはねじ伏せてください。見てきな。Thank you.
もう逃げ場はないぞ。いえ、どこまで知っている。言ったら命はないんだろ。何？王道！わあ、もしかして神社もウータン出身？感心してる場合じゃないよ。思っていたよりまずい状況だ。急ごう。
彼女の情報だ。なんか普通の人だよね。実はね、私ウータイでアバランチと揉めたことがあって、で信用してなかったんだ。あの時代アバランチ、あの頃と本当に変わったんだね。嫌われるぜ。
解、我々も合流する。3番がメインピラー整備場付近で例の男を確保。俺たちも向かうぞ。メインピラー整備場は？そんな奥まで入り込まれたか。まったくだ、行くぞ。あ、つけよう。ちょっと待て先輩。貴様。
ているのがメインピラー、ミッドガルを支える大黒柱だから、奴らが話していた聖城はあの辺りだ。なるほど。急ごう。確実に。